視覚的にもかなり広く見えてると思います。めっちゃいい。洗濯の物干し動線、うん、このうち整ってるんですよ。そういうことか。ポップイン嵐がある、はい、あ、そうなんです。なんでご夫婦の趣味も楽しみながら、お友達もおもてなすことができると。皆さんこんにちは。はい、こんにちは。リバークの松永です、はい、本日は大分県にあるお客様のお家にやってまいりました。丸窓がすごい特徴的ですね、うん、やっぱすぐ目に入りますよね、うん、でね、よくよく見たら窓がいろいろ面白いんですよね。一番上は左右対称になってたりとか、うんうんうん、段違いの窓になってたりとか。あ、そうなんですよ、うん、はい、あの段違いの窓に関しては、あの吹き抜け部分の窓になってまして、外観的にもかっこよく見えるようにっていうのが計算して配置されてます、うん、でそんなお家の今日のテーマをお伝えしようと思います、はい、本日のテーマは、将来も見越した人を呼びたくなるお家です。松永さんなんかほら友達多いじゃないですか。結構話すのは好きです ね、うん、だから松永さんにどちらかって言ったらぴったりみたいな感じ。うん、めっちゃあのテンション上がりましただろうね。俺はなんかその友達あんまそんな多くないから気まずい気まずいなんてコメントしていいか分かんないからでも注目してほしいのは、うん、その人を呼ぶことだけにフォーカスを当ててるって意味ではないんですよ。自分たちの住みやすさもそうだし、まあ、自分たちの本当老後のことまで少しあの考えて視野に入れた間取りの工夫っていうのをされてるんですよ。なるほど。はい、だからすごく本当に考えられてるなっていうのが感じてくる間取りで、そこも注目してほしいと思ってます。かしこまりました。はい、じゃあ気になる間取りもお見せします、はい、本日の間取りはこちらです。土地面積が 62.97 坪、建物の面積が 37.95 坪の2階建てのお家になります、うん、ちなみにこれ家族構成は、現在はご夫婦お二人になります。じゃ あ, ちょっとね、外光も見ながら移動していきたいと思います、はい、本日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということで少し移動してまいりました、はい、はい、こちら側が駐車場になるんですが、うん、はい、4台は止めれるのでかなりお客さんも呼べますね。そうだね、特徴的なのはこの窓やっぱり、うん、あのお友達が来るときに目印になると思うんですよ。俺らもさ、ほら丸い窓のお家って言われたから、うん、一瞬で分かったよね、この辺に。そうなんです、迷うことなく一瞬でたどり着けたので、うん、まあ、そういう意味でも、ちょっとこじつけになっちゃうかもですけど人を呼ぶときに困らない工夫だなってはちょっと思いましたね、まあ、でもその工夫のために作ったわけじゃないでしょ。ではないです、うん、なんか奥様があのお家作りするときに絶対したいって思ってた要望の一つで、この逆側、これがちょっとおしゃれな門柱、うん、で裏側にポストが伸びてるような形になるんですね、うん、あの細い縦ラインが強調されるとやっぱスタイリッシュに見えるので、うんうん、より今時モダンな感じが出るかなって私は思ってます、はい、でこれはね、明かり取りとか風通しにもつながりますよね、うん、というわけでじゃあ中の方に、はい、では入っていきます。お邪魔します。で早速先ほどの窓、ね、あ、そうなんです、ここです ね、中からは結構外がしっかり見えるんですけど、うん、日中、ね、うん、外から中って結構見えないもんなんですね、はい、意外と心配いらないかなって思ってます。すごいね、おもてなし感やっぱちょっとあるなってなんかふと思うんですよね。うん、そうなんですよね、うん、お友達来た時も入ってすぐね、こういった飾り物があると華やか、なんかおーって ね、 そうね、圧倒されるというか、なんか多分鍵置きとかをね、うん、設置することもできると思うんですけども、その予定はないそうで、うん、本当飾り棚として作ったみたいなんですよ。そう、だから実用性持たせることもできるんだけど、うん、もうここはもうおもてなし精神っていうのが多分現れてるかなと思ってます。でその反対側です、はい、左側を開けると、はい、手をパタパタしましたけど電気つけましたね。そうなんです、はい、はい、シューズクロークになります、うん、はい、ちょっとね奥行きが広いタイプで、そうだね、で実は、うん、ここにももう一つ扉があって、ほう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 、つながってます、はい、だから開けておくと結構開放的に使うこともできるんですよ ね、実用性もあるんですけど、うん、ここもおもてなしポイントですね、うん、扉で完全に仕切ることができるので、うん、お客さんが来た時はもう1ミリも見られることなく、1ミリ、はい、はい、
まあ、人を呼ぶ頻度が多い方はやっぱこうきっちり締めた方がね、うんうん、かっこよくはできると思うっていうのはあるかも、うんね、まあ、見えててもおしゃれですけど、うん、ただ見せたくないものあるときね、そうね、はい、隠せるようになってるときめちゃくちゃいいですよね、はい、はいはいはい、そして、右側です、はい、ここがお手洗いになっています。はい、でまた奥の棚とかもねかっこいいね。そうなんです、これここも飾り棚がついていて、うん、収納としてもね一瞬使えそうなんですけど、うん、実はここにトイレットペーパーを置くとかの予定はなくて、うん、この裏側に棚を作ってるんですよ。裏、はい、ちょっと見てですか。おお、ごめんなさい、このカメラのちょっと多分ねもう一台のカメラで撮ったの映像が今流れてると思うんですけど、あの棚がございます。隠してるんだね。そうです、だからお客さんから見えないんだけど、うん、でも使い勝手はすごいんですよ、手伸ばせばすぐ届くんで。そうだね、はい、でまたねこの凹凸があるからやっぱかっこよくまた見えるね。うん、そうなんですよね、影のつき方が変わってくると思うので、ね、あのただ平面のっていうよりも多分おしゃれに見えるんじゃないかなって思います。そうだね、はいはい、はい、ではトイレを出まして、はい、次 LDK からご紹介していこうと思います。はいはい、はい、こちらがリビング。お、窓でかいね。そうなんです、入ってすぐ正面に大きい窓、そしてめちゃでかな LDK になっています。めっちゃすごい。奥に行くにつれて広がってるような作りになってるので、うん、視覚的にもかなり広く見えてると思います。めっちゃいい、はい、で実は L 型にこう折れてる空間になってまして、うん、ここまで入れて全部で24畳の広さになってます。あ、めちゃくちゃやっぱでかいね。まあ、後から話すんですけど、うん、それこそお友達たくさん呼ぶので、今お二人で住んでるんだけどやっぱ人がたくさん座れるようにっていうのは意識されてますね。なるほど、確かに夫婦二人なのに6人テーブルはでかすぎるね、はい、はいはいはい。で上って見えてます、うん、あの窓。お、さっき言ってたやつだ。はい、そうです、はいはいはい、これがちょっとあえてちぐはぐにすることで内側から見ても外側から見てもかっこいい配置になってるかなと思います。そうだね、はい、で実はあの電動のカーテンがついてるんですよ。おー、ちょっと下ろしてみますね。はい、はい、おー、なるほどなるほど。暗くしたいなっていう時は、うん、閉めてあげると意外と光が入ってこないようになってますね。照明もさ、黒い照明でやってるじゃないですか、うんうん、バーみたいなやつも相まってかっこよく見えるんだよね。あれはちょっと意味があって、うん、はい、ちょっと見せますね。うん、はい、あー、はい、あ、そういうことか。ポップインアラジンがある、はい、あ、そうなんです。手前に気づいたプロジェクターがあって、こちらに大スクリーンが降りてくるという作りになってるんですね。そう、だから ある程度こうスクリーンの重さを支えれるようにっていう意味合いもあります。なるほど。ということは映画をここで見たりとかするわけ、友達とかと。そうなんです、友達と一緒に見ることもそうですけど、夫婦水入らずで趣味を楽しむっていう意味も込められてます。はいはい、めっちゃいいやんねこれ。はい、で私がいいなって思ったのは、うん、まあ、お施主様の、お気に入りの場所はやっぱソファーだそうなんですけど、うんうん、それこそねダイニングに座ってても見れるし、友達たくさん来た時ね、はい、キッチンに立ってて、はいはいはい、お料理とか洗い物しながらでも見れるようになってるんです。いや迫力やっぱあるよ。でお友達つながりでいくと、うん、もう一回ちゃんとご紹介したいのがこっちの空間です。はい、実はですね、うん、注目してもらいたいのがこの上の部分なんですが、はい、あ、じゃじゃーん、隠せるんだ。はい、こんな感じでお友達が泊まりに来た時に、仕切ってあげたらここを客間として使うことができますよ。その映画見るときに酒出してもいいわけだね。あ、そうですね、うん、そう、運転して帰れなくなっちゃいますからね。でもこの空間がお友達のためだけに作ってたとしたら、うん、ちょっともったいないじゃないですか、うん、ということでちゃんと考えられてて、実は将来的には平屋使いができるようにっていう意味も込められてるそうです。だからそこを主寝室にするってこと？そうです。で、そのすごく将来的なことだけじゃなくて、例えば、うん、何年後かにお子さんができたとするじゃないですか、うん、したらお子様の遊ぶスペースにしてもいいと思うんですよ。プレイルーム、じゃあおもちゃ入れをそこに持っていくとか。あ、そうです、うん、まあ、いろんな用途として設けたフリースペースになってます。なるほど。
ほど。でもね、一番なんかそのそれを聞きながらすごい松田さんの後ろ何って思ってんだけどさ、ここもですね奥様のこだわりで作ったヌックスペースになってます。ヌックなんだここ。はい、でまだ作ってる途中だそうなので、うん、完成ではないんですけど、ここにちょっとふかふかのマットを敷いて、うん、お昼寝したりとかしたいなっておっしゃってました。でそれこそお子さんができたら、お子さんが多分ここを秘密基地として使ったりすると思うんで、うん、そういういろんな楽しみ方ができそうだなって思うんですよね。いいね、確かに。あの一番このリビングの中で見えづらい角度にあるっていうのさ、うんうんうん、そうなんです。すぐそこなんだけど、うん、意外とこう覗きに来ないと何やってるか分かんない空間なので、そういうのいいね。うん、ゆっくりできると思いますよ。はいはいはい。で次窓もちょっと見ていただこうかな。そうだね、はい、この窓でかいよねやっぱね。そうなんです、あの1枚の大きい窓にね、うん、見えると思うんですけど、開けてみると実はこんな感じです。ここは壁なんですよね。だから一軒半と一軒窓のミックスみたいな感じかな。あ、そういうことです。なんでカーテン開けておけば、お庭でのパーティーも家の中と合体してできるんじゃないかなって思ったんですよ。なるほど、バーベキューとか。そうそうそうです。でちなみにこれ結構キッチン側にも食い込んでる窓が来ててですね。あ、そうだね。確かになんかあまりキッチンの真横にこういう吐き出し窓って、うん、なかなか珍しいね。うん、あんまりない作りだなと思うんですけど、うん、キッチンに立った時にパッて横見たら庭全部見えるんですよ、うん、だからお子さん、それこそお子さんがお庭で走り回っててもすぐ確認できる、うん、しかも、まあ、さっきのバーベキューの話に戻っちゃうんですけど、食材とかもここで準備したやつをこうやってすぐ持っていける。そう、ね、結構いい動線だなって思ったり、なんかいろいろね、すぐ手洗ったりとか、いろいろ対応できるなって思って。これはめちゃくちゃいいね、うん、で。やっぱ奥の方は映画見るのがメインなんで、あんまり窓つけてなくて、うん、もうこっちは逆に外とのつながり、明るさっていうのを意識して、まあ、ちょっと空間で仕切ってるような感じですよね。確かにこれはいいね。そしてこっちがキッチンですね。はい、またこれもね、かっこいいシックな感じがしますよ。うん、結構、うん、深めの黒というか、うん、なんかね、物だけ見ると結構黒っていう感じでまとめられてるんですけど、うん、家全体が割とこう明るい素材のものも使ってあるんで、バランスよく ね、はい、存在感出してくれてるなって思います。でこちらが、これはあのあれですかね、宝スタンダードさん。そうです。で見てください、これ。あ、ボッシュだ。みんな大好きボッシュの食洗機です。フロントオープンがね、最近主流になってきてるからね、だんだん、うん。でこのお家は特にお友達たくさん呼ぶのであれば、うん、食器多分多いと思うので。そっか、はい、そういう意味でも多分重宝されてると思いますよ。はい、はい、じゃあ次、はい、パントリーをご紹介しようと思います、はい、はい、キッチンのすぐ横ですね、うん、左右に、はい、空間があって、うん、綺麗に収納していただいてます。めっちゃいいね。はい、あの中身がね、見えないような収納されてるので。そうだね、はい、生活感うまく隠せてるかなって感じます。はい、でその奥に実は扉がありまして、おお、はい、脱衣所だ。そうです、こちらが広めの脱衣所になっています。はい、はい、で実はこの扉、うん、ここは、はい、開けると最初の玄関に戻ります。ああ、ここか。はい、丸窓があったところですね。じゃあ本当になんか汚れて帰った時はリビング通らずにスッとお風呂の方に行けるわけね。そうそうそうです、直接廊下からも行けるよっていう動線、うん、なんでまあ帰ってきてすぐ手洗ったりとかもできるような動線になってます、うん、そう。しかもね、なんかこれもほらさっきのキッチンと同じようなこう色味というか、うん、かっこいい洗面台だね。はい、愛花工業さんのものになってて今人気ですよね。あとやっぱふと思ったのはこの鏡、縦長じゃない？あ、そうなんですよ、膝上ぐらいまで見えるんですよね。確かに、なんかファッションチェックとかちょっとしやすいなって思ったり。うん、はい、じゃあ次、お風呂をご紹介します、はい、こちら、お、真っ白、かなり清潔感ある明るい空間になっています。でしかも最近ほらあのトレンドのやっぱ鏡なし、あの窓なしで台なし、うん、台なしって言い方、ちょっと言い方がなんか語弊がある、なんかちょっと違うような聞こえ方になる、台もないそう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 、ね、はい、であとね、はい、この洗面台でちょっと思ったところね、うん、
結構室内干し多くされる方なのかなと。ああね、干すクリーンがしっかりありますよ ね黒のおしゃれな、うん、でも一応お世話様に聞いたんですけど、うん、部屋干しは雨の日に使うぐらいで、基本的には外に干されるそうです。ほうほう、はい、でそう、私それで1個お伝えしたいのがあって、うん、あの洗濯の物干し動線、うん、このうち整ってるんですよ。ほう、あのここに立ってもらうことできます。ほう、ここ、はい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 、こっち私たちが通ってきた道、うん、見ていただくと分かるんですけど、うん、お庭につながる一直線だね、はい、窓まで一直線なんですよ、うん、ここで洗ったものをカゴに入れてそのままあの窓に一直線で行けるような動線になってるんですね。おお、確かにね。そうだから家事楽だよねって。お子さんがお風呂から上がってきたら、うん、親御さんが迎えに行く行事あるじゃないですか。あるあるある、バスタオル持ってね、そう上がったよみたいな、うん、でその時もここで料理してたとしても、うん、すぐ駆けつけれるじゃないですか。確かにね、それもすごいいいなって思って。そういうの大事。しかも来客に見えないようになってるっていうのもいいね。あー、そうですね、うん、うん、確かに基本的にお客さんはあっち側で過ごすことが多いと思う。そうね、うん、こっちはもう割と家族の通り道みたいなイメージが強いと思います。めっちゃいいわ。しかもね、今気づきました、このニッチとかもまたかっこいいし、こういうところの ね細かいところでいろんなおしゃれを楽しんでらっしゃる。はい、ニッチとかこの上も、うん、アーチの垂れ壁にしてらっしゃるので、はいはい、さりげないんですけどいろんなところにこだわりを持ってらっしゃいますよ ね。ということで、うん、1階のご案内が終わったので次2階に上がりたいと思います。なんで1階停止したんだろうと思いながら言いそびれたことないかなみたいな。はい、なかったですか。はい、ないようです。はい、2階に上がっていきます。ちょっとスリッパ慣れてる。今日のスリッパに慣れてなくて、ちゃ楽しいかなと思って、何が転びそうになったりした方がいいかなと思ってわざとやったんです。はい、ということで2階に上がってまいりました。まず一番手前に一つお部屋があるんですけど、はい、ここは今回割愛します。一応将来のお子さんのお部屋という形で 4.5 畳ほどの広さのお部屋がございます。はいはい、でこの気になるのこれなんですか。これあ、そう、ここはあの1階の吹き抜けとつながってる空間です、うん、あちょっとの空間で、1階と2階をつなげてるっていうのをされてますね。で完全にこういうあのもう1階と2階つなげませんみたいなお家もあると思うんですけど、うん、お掃除っていう意味ではちょっとした空間作ってあげると多分しやすいかなって思ってます。そうね。で次あ、はい、こっちの後ろの部屋もご紹介します。はい、ここははい、ここは主寝室になります。お、久々登場、ヌルデニムじゃないですか。あー、そうなんです。デニムの端材を再利用して作った、はい、SDGs にちなんだお家作り私たちもやってるので、うん、はい、その一つですね。一面だけ使ってくださってるので、うん、すごくアクセントになってますよね。でしかもここほら横がちょっとそ今日グダグダすぎよ2人して生理現象がしょうがない失礼しました。はい、失礼しました。はいはい、おしゃれですよね、うん、デニムね。そうね、はい、でもう一つね、こっちの方も、うん、書斎みたいな使い方、テレビとかね、はい、かっこいいね、うん、はい、ご主人様が使う空間だそうですね、うん、やっぱ映画好きなんだろうなと思って、ここもほらすごくこう録画したものを見れるようなね設備整えたりとか。あ、本当です ね、はい、結構主寝室まで充実の空間になってます。めっちゃいい、はい、でここが何なのか気になりますよね、はい、あ、ウォークインですね。はい、そうなんです、はいはい、しかもめっちゃ広い、うん、ウォークインクローゼットです。あ、広確かに広、はい、ご夫婦2人分のお洋服があるんですけど、はい、反対側見てもらうと、うん、こっちは可動棚になってます。これさ、だからバッグとかね、アクセサリーとかいろんなものを直すときこういうスタイルの方がいいよね。はい、今後いろんな扱い方が自由にできると思うんですよ。いいよね、こういうのね、うん、で実はですね、この扉、あ、そこも繋がってるんだ、はい、開けると、はあ、廊下側からも直接行けるようになってるんですよ。あ、さっきのあのリビングと繋がってるところ。あ、そうです、はあ、じゃあ最後から2番目のお部屋です。はい、最後から2番目のお部屋、はい、
はい、こちらが初代のお子さんのお部屋、洋室になっています、うん、広さが 4.5 畳でこの収納分も含めたところになっています。しかもさ、ちょうどこっちの窓って北側の窓じゃないですか。だからなんだろう、目の前が道路だから子供部屋覗かれないっていうのがいいなって。ああそうですね、うん、確かに、うん、でも誰かが来た時にすぐ確認できるみたいな。そう、いいですよね。はい、でじゃあ次は最後のお部屋。はい、最後のお部屋がこちらです。はい、じゃじゃん、お手洗い。部屋じゃないと思うけどさ2階建てなので、はいはい、お2階にもつけられてるんですけど、あのお2階もねタンクレストイレを入れてらっしゃって、まあ、ちょっとお手入れの楽さみたいなのを意識してつけられたそうです、うん、ということで2階も全部見終わったのでまた1階に戻っていきたいと思います、うん、はい、リブワークでは住宅モニターを大募集しております。モニターになっていただいた方には200万円のお値引きもしくはキャッシュバック等をさせていただきます。さらに公式 LINE を始めました。ここでしか見れない土地情報やお家作りのコンテンツを配信中。登録してアンケートにお答えいただくと YouTube で人気なお家の間取り集をプレゼント。お友達登録してお家作りにお役立てください。はい、ということで本日は 37.95 坪の2階建てのお家をご紹介しました。はい、まさに人をたくさん呼びたくなるようなお家だったかなと思います、ね、そういった意味でね、まさにこう松永さん向きなお家だったかなと思ってるんですよね。そうですか、はい、うん、いや私も映画とか好きだからこれはめっちゃ真似したいんだけど、うん、他にもこうお友達を呼ぶというテーマの中で紹介しきれてない部分みたいなのあればなんか教えてほしいなと。あ、はい、あります。それでいくと、はい、このお家はめちゃくちゃ収納が多かった。例えばフリースペースの収納すごい大容量があって、階段の横にも実は収納があったんですね。あった？はい、お客さんがたくさん来るってことは、あの見られたくないものが見られるリスクってやっぱ高まるじゃないですか。だから見られたくないものを綺麗に隠せる収納が豊富なのがめちゃくちゃいいなと思ったんですよ。確かにね、うん、収納がただ多いだけじゃなくて、あのカウンターいっぱいあったの覚えてます？トイレに玄関にあったね、うん、そういう見せたいものを飾るスペースはしっかり確保してある、はい、でも見せたくないものはちゃんと隠せるっていう、そのバランスの取り方がすごい上手だなってこのうち思いましたね。確かにね。はい、じゃあまた次回の動画も何が出てくるか楽しみにしててください、はい、本日もご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。